民進党は日本の政党、民進党の投稿人キャラクター。2016年3月、民主党が維新の党と合併し、民進党が誕生。これに伴い、民主君の挙手が注目されていた。民進党、岡田克也代表が党のマークが変わるので、公認の位置づけということはないと述べ、公認を剥奪する考えを示した。4月29日に公認。 引退をかけたゲームが、ニコニコ長会議2016において、民進党、枝野幸男幹事長立ち会いの下、行われたが敗北、引退が決定した。9月、民進党は、民主君の公認となる、新しい公認マスコットを公募すると発表した。12月、全百5 2 3作品の応募の中から、選考会を経て選ばれた4作品を、党の公式サイトで公開。 翌2017年1月中旬まで人気投票が行われた。2017年3月11日、記者会見で新キャラクターがお披露目された。民主党時代の民主君のイメージとは一線を画し、ボディは水色で首に赤色のマフラー。民進党の頭文字 M をかたどったロゴマークをキャラクターの触覚に取り入れた。新キャラは 民進党、連邦代表により、皆さんに名前が浸透するようにという意味を込め、民進と命名される。なお、民進はネット投票で投票総数10万1475票のうち4万5785票を獲得。3月12日の民進党定期党大会にて正式デビューとなった。しかし、 民進党は2018年5月に希望の党と合流し国民民主党に解消。民進はわずか1年2ヶ月でその役目を終えた。ありがとうございます。